朗サブ九の一海はまだ土色に濁っていたが空気は澄み上がってはるかに房州の山が青ずんで見えた「あたしいろいろ考えたんです」とお末は 風呂敷包みを抱え直しながら言った「自分ではこれからもいつかおきにきっと来よう」「A さんが会ってくれなくってもいい」「サブちゃんがしたようにこれが必要だなと思うものをそろえて届けるだけでも届けよう」って「でもうちへ帰ってからいろいろ考えてみると A さんが誰にも会いたくない」 誰にもかまってもらいたくないっていう気持ちがわかるように思えてきたんです。一枚の布切れのため、右からも左からも無法に痛めつけられ、一生をめちゃめちゃにされてみれば、人を憎み、世間を憎むのは当然なことだ。今はその憎む心でいっぱいなのだ。無事、 平穏に暮らしているものを見れば、ただ悪をかきたてられるだけだろう。これは A さんの気持ちが静まるまで近寄らない方がいいかもしれない。私そう思ったのよ。と、お末は弱々しい声になっていった。それでも、時々我慢ができなくなって、 夢中でうちを出かけたこともあるわ。A さんがこの寄せ場で人足なんかをしていると思うと、胸のここが裂けるように苦しくなって、どうしてもじっとしていられないの。カーッとなって飛び出して、よく向こうの鉄砲ずがしまで来たものよ。けれども、かしへきて石川島を見ると、 急に怖くなって足がすくんでしまう。自分が行けばまた世間や人を憎む A さんの怒りを煽るだけだろう。行ってはいけない。もう少し辛抱しよう。そう思い返し自分をなだめすかすようにしてそこから帰った。今度の大嵐で真っ先に考えたのはここのことだったわ。 と寿恵はちょっと間を置いて続けた「夜中過ぎだわねだんだん風が強くなるばかりだしお父っつぁんは揚げ塩が心配だ」って言うのこの風が潮のいっぱいになる時までやまなければ深川の海っぺりは水につかるだろうって深川が水につかるなら ここはなおさらでしょう。ちきどや何かがなければ、私そのままここへ飛んできたかったわ。世間のロクは、なぜそんなことをした、と、エイジは思っていた。ロクは、避難する船に乗ったが、船から降りるとき、縄細工をする老人が海へ落ち、 それを救おうとして飛び込んだ。そして老人と一緒に溺れ死んだ。というのである。避難した人足たちは五日目までに一人残らず帰ったが、その出来事を見た者が六七人もいたし、六の死体はその前に発見されていた。その船は中洲へ着いたのであるが、 六の死体は干潮時に流され佃島の岸の杭に引っかかっていい水玉模様の色瀬ですぐに寄せ場へ知らせがあった老人の死体はもっと遠くまで流されたのだろうまだどこからも見つかった知らせはないけれども六がその老人を救おうとしたという話は寄せ場全体に 大きな驚きと称賛を呼び起こした。あれだけの烈風と怒涛では、よほど睡蓮に長じたものでも、溺れる人間を救うことは不可能だろう。おそらく睡蓮を知らないからこそ、ろは飛び込んだのであろうが、世間などという卑しいことをして、多くの女たちの血をすすったような男が、 どんな気持ちでそんな真似をしたのか、英二には理解がつかなかった。本当に何でもなかったんですかと、お寿は言い続けていた。あんなに壊れたり流されたりした建物があるのに、栄さんに怪我はなかったんですかえああ、俺か。 英イは海を眺めたままでぼんやりと答えた。俺はごらんのとおりさ。がっかりしたかい英さん。とお寿が言った。人間ってやつはおかしなもんだ。英イジは独り言のようにつぶやいた。まったくおかしなもんだ。わけがわからねえ。 それはどういういこと「おめえには関係のねえ話さ」と言って栄治は感情のない目つきでお末を見た「もう帰った方がいいぜ」「おらは片付け仕事の最中なんだ」「忙しいんだから」お末はたもとからいくつかの手紙を出し包みの上へのせて栄治に渡した。 ハブちゃんの手紙よ」とお寿は顔を背けて言った「向こうが島で来たけれどいつも持って帰っちゃったのそれで四通もたまっちゃったけれど堪忍してちょうだい」そしておスエは英二から逃げるように去っていった。